ユリウス・ヴィンセンツ・フォン・クロム・ホルツは、ボヘミア北部生まれの医師、金学者である。現在のチェコ、リベレツ州のホルニー・ポリツェで生まれた。プラハ大学で医学を学び、1814年に学位を得た。1828年に、プラハ大学の病理学と臨床医学の教授となり、1831年には、学長に任じられた。プラハ時代に貧しいチェコの金学者、 ホルダを炎上し、大学に進学させたエピソードを残している。医学のキャリアの一方、熱心に菌類を研究し、キノコの毒性について多くの経験を積んだ。1831年から出版が始まった、食用、有毒キノコの図と説明で知られる。この著作は、写実的な図版と、食用に適するか、 有毒もしくは毒性が疑われるかについての記述がなされたもので、完成はクロムホルツの没後となり、後半部はゾーベルによって編集された。その他の著書にはがある。イネカの俗名、クロンダルーナに懸命されている。クロンブは、植物の学名で命名者を示す場合に、ユリウス・ヴィンセンツ・フォン・クロムホルツを示すのに使われる。ザ・マッシュルーム・ジャーナル、ハット・ ADB。 クロンハールズ、ヴィンセンツ・ジュリウス・エドラー、本・アルゲマイネ、ドイチ・ビオグラフィ、ハット・グーグル・ブックス・ボトニシャス・ゼントラル・ブラッド、ボリューム90、ワールド・キャット・アイデンティティーズ。ありがとうございます。